ジュリウス・クラープロート、ユリウス・ハインリヒ・クラプロートは、19世紀のフランスで活躍したドイツ出身の東洋学者。父は、化学者、鉱物学者であるマルティン・ハインリヒ・クラプロート。ユリウス・ハインリヒ・クラプロートは1783年10月11日、ドイツのベルリンに生まれる。父は、巧妙な化学者、鉱物学者であるマルティン・ハインリヒ・クラプロートであったため、幼少期にはその影響で化学、鉱物学、植物学などに興味を持った。14歳になると東洋諸言語に対して強い興味を持つようになり、特に中国語に至っては、ベルリンの王立図書館に所蔵されていた中国書物を読み漁り、自分で中国語彙集を編纂するなど、後の東洋学に没頭する起源となった。それから、ユリウスの中国語は格段に進歩し、19歳となった1802年、ユリウスは2巻4部からなるアジア雑誌を刊行し、その名を世に知らしめるとともに、識者の注目を引いた。この頃にユリウスは、ポーランドの貴族ポトツキ伯爵の知遇を得る。1805年、ロシアでは、黒竜江の貴族を解決するために、ゴロフキン伯爵率いる使節団を中国に派遣する話が持ち上がり、ポトツキ伯爵が随行学術隊長に任命された。ポトツキ伯爵はロシア帝室アカデミーのアジア語アジア文学準会員の名目でユリウスを隊員に加え一緒に随行させるとともにかなりの程度に自由行動を許した。これによりユリウスはシベリア諸民族の言語、習俗、人種を調査し、キャフタでモンゴル語を習い、満州語を習熟し、大量の満漢語、チベット語、モンゴル語の書籍を手に入れることができた。1807年、サンクトペテルブルクに戻ったユリウスは熱烈な歓迎のもと、3月11日閣下の抜擢により、アカデミーの政会員に推され、9月15日には、コーカサスへ新たな調査に向かった。しかし、コーカサスの過酷な自然条件によって、隊員を失い、自らも激しい病に襲われるなど、この調査は困難を極めた。ユリウスは1809年にペテルブルクに帰還した。1810年、ユリウスは文部大臣からアカデミーの満漢書目録作成を委嘱され、翌年にはそれを印刷する活字鋳造を監督するため、ベルリンに派遣されたが、派遣期間が満了しても戻らなかったため、ユリウスはロシアにおける貴族の称号と学術上の地位をすべて失ってしまう。時にヨーロッパではナポレオン戦争の時代であり、ユリウスはボヘミアとシレジアを分かつ山中の小村、バルムブルンに避難して研究を続けた。その後イタリアに旅行し、エルバ島に追放されたナポレオン・ボナパルトを訪ねた。この時、ユリウスはかねてよりフランスでの生活を望んでいたらしく、ナポレオンから援助の約束と、ロシア辺境民族に関する著作の執筆依頼を受けたとされる。しかし、ナポレオンの再起はならず、この話は白紙となった。フランスを諦められなかったユリウスは1815年、残りわずかな資材を投じて、フランスへ渡り、パリにおいて、ヴィルヘルム・フンボルトの知遇を得た。これにより、プロシア政府から教授の称号と、高額な給与、さらに7万フランの出版経費を与えられ、パリ在住を認められた。以降、ユリウスは1835年8月27日の死去に至るまで、パリで研究と出版に専念することとなる。ユリウス・クラプロートは、事実一個の天才であったが、その完璧主義と自負心から、他の研究者に対する論争、批判が多い。中でも、ウイグルの貴族をめぐるロシアのシュミットとの応酬、満文の理解に関するラングレス批判などはよく知られている。唯一、彼の批判を免れたのはレミュザくらいとされる。また、彼の人格と生活態度に対する悪評が方々からあり、パリでの私生活もかなりの放埓なもので、その創生の遠因もこのあたりかと推測されている。この語彙集には1800年5月17日編纂開始の日付がある。本書を含め、ベルリンの図書館にあった、宣教師や初期中国学者の手になる、中国関連写本14種22冊は、第二次大戦後ポーランドに接収され、今日、クラクフ大学のヤジェロンスカ図書館にある、高田時夫編、東洋学の系譜欧米編、P32。ありがとうございます。